皆さん、はじめまして。高校2年生16歳の矢沢さえです。よろしくお願いします。今回2回目のビキニの撮影のお仕事なので、みんな応援してください。はじめまして、GDL エンターテインメント所属、東京都出身の篠宮奈穂です。今回、ミスアクション2025、グランプリを絶対に取って、今まで皆さんにお見せしたことのないグラビアをお見せできるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。はじめまして、TikTok にてライブ配信をしていますピカリン船長と申します。今回バラエティ番組に出るのが夢で、何かのきっかけになったらいいなと思い、オーディションに参加させていただきました。好きなものは漫画とアニメとコスプレと料理、あとは深海魚です。もちろんグランプリ目指してます。応援よろしくお願いします。待ってます。皆さん、はじめまして。ゆいちゃん、今日もかわいいね。かわいいです。よろしくお願いします。今回はミスアクション2025を通して皆さんにラブをお届けします。そしてグランプリが取れたらラブラブになります。でチャームポイントはほっぺのどっちかにあるほくろです。工藤静香さんと同じ位置にあります。これでみんなゆいのこと忘れないでしょう。よろしくお願いします。小出葉月です。22歳です。迷った時はやってみようの精神で何でも挑戦しています。普段は俳優として活動していますが、今回はグラビアに挑戦。よろしくお願いします。オリオンズベルトグローバル所属、安住奈緒です。兵庫県宝塚市出身の22歳です。今回初めてのグラビア挑戦になるのですが、歩くハッピースマイルでニコニコ笑顔で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。